マイナビ仙台レディースと三菱重工浦和レッズレディースの一戦です。前半の9分です。まず白木が左サイドで持ちます。これは本当裏への、ね、飛び出しと長い距離を走った後のこのドリブルですよね。ゆっくりから速くで打てる瞬間に足を振る白木選手らしいパスシュートでしたね。続いてアディショナルタイムです。これも安藤選手からやっぱりダイレクトのパスっていうのは聞きましたね。でうまかったですね。佐々木選手サイドバックですけれどもやっぱりこう仕掛けてシュートで終わる積極性ありましたね。キーパーの松本もバッチリキャッチしました。0対0で折り返します。48分、直本のフリーキックです。高橋から清家のヘディングに塩越し。直本選手のキックの精度もそうですけれどもやっぱりこう中でダイレクトでまずここでダイレクトで折り返し清家選手もこうヘディングをダイレクトのパスにするんですね。で塩越選手はブロックをしながらしっかり流し込みました。先制点を獲得したのは浦和です。しかし直後です。マイナビ仙台白木そこから自分で打っていきました。素晴らしい豪快なシュートでしたね。このパスも素晴らしかったですよね。白木選手のポジショニングも非常に良かったです。そしてこうキーパーの頭上を抜くやっぱりこう勇気ある素晴らしい技術でした。61分のシーン、名本のフリーキックからこれもうまいですよね。高橋のシュートです。この飛距離で直本選手のこのキックのスピードそして高橋選手のこの体をひねりながらこの距離素晴らしいヘディングの技術でしたね。続いて直本のコーナーキックから南のシュート。これも本当にホットラインですね。直本選手のコーナーキックから南選手のやっぱりこのラインというのは硬いですね。南選手一瞬フリーになってしっかりと寝かせて流し込みました。その後長野のフリーキックから高平のシュートが決まります。長野選手のこのフリーキックの質高かったですね。でここをしっかり走り込んで点で合わせて高選手は素晴らしいゴールでしたね。2021-22ヨギボーウィーリーグの第20節マイナビ仙台レディース対三菱重工浦和レッズレディースの一戦は3対2で浦和が勝利を収めました。